スケペルプ。今回はですね、新登場した9番 CMF 濃い適正付きボックスとボックス、イングランド代表ジェバルドビッシュテキタノス代表週間トレンドということでね、通常だとアーノルドってサイドバックがメインなんで、他のね、この中盤の適性とか一応ね、薄いのあるんですけど、濃くはないんだよね。今回はね、そこが B2B でね、プレイスタイル走り回る縦横無尽の中盤濃くなったね、総合値96アーノルド。能力がね、ドリブル80前後で、パスがやっぱうまいね、グランドフライパス。特にフライパスが。これチームスタックで90後半のせいでよりね洗練かかってる。スピードあって、キック力、スタミナ、まあ、だからこのキック力とパス能力の高さ、そこからですねチャンスメイクがバンバンできる。そしてスキルですね、コントロールカーブ追加されて、カーブ数値も活かせるし、さらにはですねこのチェイシングインターセプトで守備面もねより強くなってるんで、まあ、サイドバック起用とかもね面白いと思うんだけど、やっぱ CMF、今回のね、初期適正になった CMF でぜひ、起用をおすすめしたいですね。ぶっ壊れパスとかね、とにかく狙っていきたい。そして、アーノルド。10番ね、中盤アーノルドを楽しんでいきたいと思います。早速いきましょう。これまでとはね、全く違うアーノルドで、サイドバックプラス中盤もできるというね。さすがに1クロスの方がさ、能力的には高いんだけど、今回使っていきます。シンプルにさ、まあ、中盤できるっていうのがもう強いよね。アーノルド中盤。こういうことができちゃうんですよね。イサクから。で、これメッシがここのアーノルド。でもこういうところ一発でいけちゃうとさらっゴー。リバプールからリバプールへの形からさらー、もう理想。で、今みたいなパスをアーノルドがね、この中盤で通していく。さらに今回守備のね、スキル系もついてるからね、もうガンガンいきますよ。ガンガンアーノルド。ナイス。ここで圧力をかけていって取り切ると。ありがとう。そうだね。これでもうここでいいもんね。これで入っちゃいっすかね。だからアーノルドが展開力もあって、中盤からの守備のね、スキルもついたことで、ほんといろんな形で活躍できますからね。今のもアーノルドがパス通して。B2B の。ロマンあるよね。能力的にそんなぶっ壊れてるってわけじゃないんだけど、やっぱ、ロマンがありますよね、かなり。ロマンよね、ロマン。うえー、ナイボー。さあ、で、自ら侵入してって、左アーノルドゴール前まで B2B で入ってくる。やっぱこれが、新イングランド代表、背番号10、中盤アーノルドです。そう。ナイス、ドリブルもやりやすい。さあ、ここ。これ、やばくね、ボール。痛く。あ、オッサイか。スルーパスがお化けすぎる。しかも、なかなか際どいで、あの完璧なボールを放てる。よーし。10番アーノルドが見せまくりだい。このさ、ここに入ってくるのいいですよね。スルーパス出して。B2B、中盤の適性がついた男がゴール前に入ってきて、ゴールもないと、現実なんでミドルも決めてるんでね、そこら辺もガンガン狙っていきましょう。それではお次はですね、さっき右の CMF でね、やっていたんですが、左 CMF いっちゃいましょうかね。この位置からちょっと、今回ついたね、スキルコントロールカーブを狙っていこうかな。中盤でこのパスと、まあ、精度のところプラスね、いろいろできるってやっぱ強いですね。そう、これ展開できる。さらヘディングトロップ。さあ、オッケー。いや、入んねえか。アーノルド。ディフェンス任せた。ちょっとやばいですね。いやー、いい守備。これできちゃいます。これできて、ここつなげると。さあ、で、サラーが、ダブルタッチからの、オッケー、一回キャンセル。やれできんの強くね。あの守備は強いわ。ここもアーノルドの戻り。多分皆さんが思ってる、いや、お相手もアーノルド来た。皆さんが思ってるよりね、守備がね、かなりできるんで、そこがいいね。一回アーノルド当てましょう。ナイス、つなぎ。
オッケー、ここボール持てる。でも逆のサラーが常に空いてるんで。ナイス展開で入る。スライドスライドドリブルで、これうわータイミングが良かったー。サラーダウンの呼吸でドリブルもめちゃやりやすい。これが中盤アーノルドですか。いやーいい守備、そこにも入ってきてくれる。めちゃくちゃ楽しい。なんか1クロスの時にアーノルドは堪能したつもりだったんですけど、めちゃ楽しいですね。うぅ、これよね、やっぱやっぱこれ。もうサラーとの相性抜群すぎるんですが、パスがね、まだ普通あのサイドバック通常とかだとね、まあ、1クロス系とかもやっぱ中盤の適性はこれまでないんで、これができちゃうのが強いんですよね。さあ裏空いた、アーノルド上がっていく、前入る、でここでドリブルからもう一個受けて、惜しい。ペリシッチ、オッケー、ありがとう。でここで生きてくるとは、またもサラー、アーノルドの縦パススイッチからでございます。いやーほんと楽しいですね、中盤アーノルド。やっぱ中盤ボランチでさ、結構使いたい能力をさ知ってる選手だからさ、ずっと使いたかったんですけど、なかなか適性がねやっぱ合わないっていうのが現実で、その中でやってくれましたね今回。きたー、これナイスヒール。でソン・フンミンからアーノルド曲げていく、コントロールカーブ、ついたスキル追加の部分、これ生かす。だからこれまでコンカっていうさ、もうオフェンスのね前線の方につくスキルがついてなかったんで、まあ、なかなかアーノルドのカーブとかをさゴリゴリに生かすみたいなのってスキル追加ぐらいだったんだよね、できるとしても。この位置でコンカ持ってるってやっぱ強いね、生きるもんな中盤が。完全に中盤の火力を生かせるみたいな。ありがとうアーノルド。ということでね、3対0、自らゴールも決めてね、ミドルの部分、さらにはアシストも中盤からえぐいのってね、フライパスもうまくてね、ワンパスルパスを持ってて、中盤でもねなかなかここまでのパスをね完璧に通せる選手ってそんないないんですよね。アーノルド10番が刺さりまくってる。中盤アーノルドが楽しすぎますめっちゃ楽しい。やっぱ普段サイドバックの選手だからさ、代表でのこの真ん中での10番で中盤ボランチ起用、隙がないですね。オイラ負けないよ。いやーいい、これこれこれ今の、いやあの守備と、いやーいい、また戻ってる。ここもお相手のプレスがね結構早いんで、よっしゃー来た、フリーキック。10番かっけーマジで、アーノルド10番フリーキック、舐めてもらっちゃ困るぜ。これだー、うわーキーパーの逆ついた気がしたけどね。ナイディキックフェイント、アーノルド、うわドロップシュート持ってないよね、何このシュート。まあ、いろんな飛び道具持ってるっていうのは強いですよね。これチェフよく反応したわ。そんでもってさ、アイコンがかっこよすぎるよね。さあ、これいいボール。いや、触ってなかったらもう、グバルディオル一直線みたいな。飛び道具持ってます。コーナーという名の飛び道具直接狙っていく。こぼれ。うわ、遅いか、これ。直接入りかけたわ、今。うわ、マジで。いや、触ってるわ。何これ。このオフサイドパターン初めて見たかも。ゴールの中でオフサイドにかかるっていうね。昔シュポモティングがパリ・サンジェルマンにいた時さ、誰のシュートだったっけな、まあ、あれわざとではないと思うんだけど、なんかね味方のゴールを阻止したみたいなのあったんだよね確か。覚えてる人いないかな。メッシメッシ、アーノルド・ファイア、うーんチェフがね立ちはだかりますね。わあ、いいね。で、あえてここ。
そういうこと。メッシがこぼれ球、アーノルドシュート。あそこでちゃんとドロップしてシュートまで持っていく。で、根拠があることで打てますからね。いろんなとこあったけどね。コーナーがオフサイド事件がありましたけど、皆さんこれをオフサイド事件と呼んでください。今回のアーノルドいかがだったでしょうか。まあ、試合に関してはね、ちょっとメンテナンスね入るみたいなんで、かなり短い感じになっちゃったんだけど、その中でもね見せてくれましたね、アーノルドが。そしてツアー回しですね、週間の無料ガチャ券で、このブルーのフェルナンデスさ、強くね。これバグり散らかしてないですか。本若で当たってくれたんでね、また今後民衆やっていきたいと思います。でも当たった方はね、大歓喜おたけびでいいと思う。今回のね、一番トップレアのところにアーノルドがいたんですけど、多分数値的な総合値、裏総合値的なところでも見ると、このブルーノ・フェルナンデスはバグり散らかしてます。これ強すぎるよ。ぜひ、この選手はね、今週登場した新登場の名称を見たいですな。なるほど、一応予定としては、ムバッペ、ブルーノ・フェルナンデスはね、またやる予定なんで、ぜひぜひ遊びに来てください。今回ご視聴ありがとうございました。ショーセナップ。